さて、我々の記憶の扉を緩い資料でこじ開けるコーナーでございます。まずは3年ぶりのアルバム午後の天気を発売したのに、プロモーションでは動かざること山のごとし吉田拓郎さんでございます。98年、動かざること山のごとし、本当動かないですね。拓郎さん動かないですね。プロモーションでは動かざること山のごとし、プロモーションという言葉がもう大嫌い、大嫌い。 I hate I hate まずは4月の12日日本放送で新番組がスタートします。それいけ、これがね、これ私ね、覚えがないですけど。1年やってるんですよ。やってますね。それいけっていう番組やってる。それいけ。橋内さん、これなんか関係してたんですかね。いや、橋内もわかんない。小池ディレクターですかね。小池ディレクターだから相当昔だよ。コーナーではいろんな人の恋愛話を聞く、拓郎の今は恋愛を知ら、語らず。今は恋愛を語らず。知らないな、このコーナー。様々なファンクラブを取り上げる、拓郎のイヤンイヤンイヤン。いや、何ですかこれ。これ俺の番組か、本当に。拓郎のイヤンイヤン。今と変わんないじゃないですか、拓郎さん。これ俺の番組じゃない。これ違うんじゃないか、これ。拓郎っていうところが、なんか誰、考察とか。考察のイヤンイヤンイヤン。いやいや、そういう番組なんじゃないかな。拓郎さんがやったんですよ。俺、記憶にないな。そうですか？うん。4回目の放送では、篠原ともえが、いかにズボラなやつかを愚痴ってると。あ、そうなんですか。まだラブラブやってる頃ですよね。やってますよ、もちろん。そうですよね。全然記憶にございませんね。ねえ、それいけ。それいけ。知らないな。なんでこんなタイトルの番組をやったんだろうな。僕、出たかもしんないな。それいけ。それいけ。なんか、覚えてますよ。吉田拓郎のそれいけっていう番組だったの？それ覚えてますよ。タイトル良くないな、それいけ。今更言って。今頃言っても。1年やっちゃったんですから。今頃言ってもなんだけど。だから日本放送では拓郎さん結構番組やってるんですよね。ちょこまかちょこまか。でね、大体ね、ナイターオフとか。ナイターオフが多いんだよ。そうですよね。ナイターオフの吉田拓郎って言われてたんだでもこれは1年やったみたいですもんね。おかしいな、それいけ。それいけやってんですよ。聞いてた人いるかな。なんか出た覚えがあるな、それいけ。それいけに。はい。おかしいよ。どんな番組だったか、じゃあ来週覚えてる方、ね、それいけね。エピソードをぜひぜひ。日本放送だったんだね。日本放送ですよ。小池清志ディレクターだったのか、笑っちゃうな。今編成部長です。って言ってるね。って言うんですか。ラブラブ愛してるも相変わらず絶好調でございまして、この年はハワイロケに行ったりとか、ミッキーマウスが来たりとかでございます。楽しかったね。ハワイロケ。ちょっと資料がありますけどもね。ラブラブは楽しかったね。で、ゲストと一緒に海外旅行とか楽しかったね。ねえ、これハワイは永瀬智也、東薩松本、つんく、酒井のり子が、行ってますね。多分僕はハワイでタッチしてすぐ戻ってきたと。それはさ、ね、一泊で帰ったやつだよ。多分そうですよね。そうそう。日帰りだったのか。日帰り。ハワイ日帰りは坂崎だけ。僕日帰りですよ。最初で最後って言ってたもん。だってツアー中で、全然時間なくてみんな楽しそうだなって。それだって言ってたもん、みんな。よく来たね、お前って、こんなスケジュールで。そうそうそう。よく来たよ。普通来ないよ。一泊三日っていうかね、そういうふうになるのかな。一応、ゼロ泊に近いと思いますよ、多分。ああ、そうだ。ちょっとだから、着いて、朝着いたのかな。で、仕事やって、ほぼ寝ないで次の日の朝帰ったんですよ、確か。うん、まあ、一泊だ。一応一泊したのかな。うん、で、近畿も、二人とも僕にちょっと憧れじゃねえ、呆れてましたもんね。いや、みんな呆れてたよ。ラブラブの来たんですかみたいな。あの時、高中やらみんな行っててさ、あ、そうだ、オールスターズが。全員行ってたんだよ。それで、その坂崎のことを、よくそんなスケジュールやるね、お前って言って、みんな、事務所を疑ってたもん。なんでそんなスケジュール入れるのとか言って。無理やり来なくても。菊池は来てくれてありがとうございましたと言ったけど、みんなはさ、なんでこんなスケジュール入れちゃったのお前。そうですよね。あの人に何もハワイだよ、場所が。そうですよ。何も見ないで海来て、ビーチのところで、うちみんなで全集合の場所、場面撮って、それで終わりだよ、坂崎は。そうですよね。何にもないんだもん、他。なんだそれだけでもよかったじゃないですか。他のところ、重要なところは全部俺たち撮ってったから、滞在して。寂しい。そうなんだよ。だからあれ、坂崎は本当に参加すべきじゃなかったんだ。そうなんですよ。みんな思ってんだけどね。あれ来たんだよ。結構そういうの、この頃は多かったんですよ、僕。坂崎ね。参加できないのが。俺思うにね、ラブラブ愛してるの中ではね、月、冷たい集中受けてるね、いっぱい。結構僕、そうなんですよ。使い捨てのような。はい。使い古しのような。結構、来れたら来てね、ぐらいな感じ。そうだね。軽く走られてるんだね、意外と。そう、ジェットコースターロマンスも、だから知らないうちにみんな、近畿だね。練習はしてた。そう、みんな、あれ、なんで知ってんだろう、この曲と思ったんですよ。そう、みんなはいる。みんなは一段となってやってたんだけど、坂崎に対してはね、みんなね、もうどうでもいいや、あんなのとか。で、菊池に聞いたんですよ。この曲って、誰かのカバーですかって言ったら、近畿の新曲新曲だよ。これ知らないや、とかって寂しい思い。いや、まあ、すぐ弾けるだろうと、坂崎君なら。まあ、コード書いてあったんで、弾けるんだけども、なんかみんな、
もう随分知ってるような顔で弾いてましたから。俺たちはもうみんな仲良くなってるから、うん、そうです。坂崎だけが外れてるから。だからあの曲には嫌な思い出があるんですよ。